ューブ面白い。プリキュアに。お、はあ、また通信制限かよ、くそん。 5G になったらこんなこともなくなるのかな。うむ、教えてやろう。いたのか。 4G から 5G になると今の100倍の通信速度が出せるようになるぞ。100倍。うむ、スマホから映画を読み込むのに1秒で済む。ほんとかよ。もちろん YouTube では 4K や 8K の動画が主流になるぞ。へえ、でもすぐに速度制限になったりするんじゃないの。うむ、そうならないために2020年にはギガが使い放題になると言われているんだ。これによって日夜速度制限に怯えるキッズたちも安心して動画が見れる素晴らしい社会が到来するだろう。すごいな。でもバッテリーは。うむ、映画1本ですら約1秒で読み込めるから、むしろバッテリーの持ちは良くなるぞ。マジか、 5G 神じゃん。他には。そうだな、 5G によって同時接続数が今の100倍になるぞ。同時接続？1万人でバトルロワイヤルゲームがプレイできる時代が来るってこと？試合終わるまでに半日かかりそうだな。だが冗談じゃなく、それも可能になるはずだ。マジで？1万人も同時にアクセスしたらラグがすごそうだけど。安心しろ、 5G によってラグは今の10分の1になるんだ。つまりほぼラグなしか。うむ、もうラグで負けたという言い訳は許されなくなる。それは恐ろしいな。その他にも YouTubeの生配信にリアルタイムでコメントできるようになったり、遠隔で音楽のセッションをすることも可能だ。そんなにラグがないのか、すごいな。うむ、また 5G になるとネットにつながるのはパソコンやスマホだけじゃない。お、身の回りのものがほとんどネットにつながるようになるんだ。例えば？サングラスにエアコン、車にメガネ、時計、壁やスピーカー、冷蔵庫から医療機器、タクシーにダンプカーなど、すべてのものがネットにつながって制御可能になる。スマートスピーカーはその入り口だ。なんかすげえ時代だな。そういえば、なんでお前 VR ゴーグルなんてつけてるんだ？ん？これか？ 5G は VR の分野がさらに進化していくと言われているからだ。 VR？ うむ、 VR ゴーグルをつけることで実際にスタジアムに立っているかのような臨場感でオリンピックやサッカーの観戦ができるようになるんだ。マジで？うむ、またホログラフィックとして投影することで、家にいながら世界中の誰とでも会って話ができるようになる。すげえ！そんな世界がもうすぐそこまでやってきてるんだ。想像できないな。楽しみだな。あれから2020年に 5G が導入されて5年が経った。導入直後は私たちの暮らしはさほど変わらなかったが、今では街はすっかり 5G に馴染んでいった。商品を手に取って外に出るだけで自動決済されるし、危険人物はすぐに 4K の監視カメラやドローンで顔が識別されて見つかりやすくなった。タクシーも自動運転になったし、ギガが使い放題なので速度制限を気にせず 4K の動画をどれだけでも見られる。フェルミの動画でも見るか。世界は着々と変わっていった。でも 5G になっても変わらなかったものがある。まだやってるのか。ちょ、今1万人バトルロワイヤルの途中だから話しかけんなって。よく飽きないな。あと342人、絶対に俺が勝つ。うわまた負けた。くそー、ラグだわ。今絶対かくった。いや、 5G にラグはないぞ。そうだったな。しかしお前の言う通り 5G はすげえな。こんな時代に生きれてお兄ちゃん幸せだ。よーし、 5G で TikTok と Twitter 見るか。私たちは変わらなかった。